はい、じゃあちょっと体斜めのラインを見せてください。はい、撮ります。アップ目です。ナイスですね。全身それでこの反対振りに見ていただきたい。はい、でしばらく手を振ってください。美しい、本当に美しい。しかも本当こう今まで10年間やってきたんですけれども、こう今まで見たことない表情だったりがすごいいっぱいあるなっていうところが今回の見どころですかね。テーマは一人旅そうなんです。一応これ旅してるんですよ。ちゃんといろいろ結構ね、あの季節っぽくなってて、雪もあれば、そうなんですよ。雪もあれば、こういうお花畑とかもあるんです。そんな四季を感じさせるような。そうだね。はい、これもですね、その先ほど伝えた通りの、こう見たことない表情。そうなんですよ。もうこんな表情、ひなできるのかって自分でも驚いたぐらい、こうカメラマンさんの前さんが、そう引き出すのがめちゃめちゃ、お上手で、すごく魅力をたくさん引き出してもらいました。かわいいあ、もうすごいいいです。あの一番よく言われるのが、こうファーストの写真集って結構あのハワイで撮影したやつなんですけど、めちゃめちゃポップな感じで可愛らしい、元気、フレッシュって感じのテーマだったんですよ。でもそれとはガラッと違って、よく言われるのが大人になったねってめちゃめちゃ言われます。表紙もね、なんかすごくね、大人っぽい。そうなんです。もう美しすぎやしません？イケメン、もうなんか。あ、イケメン、そっち。もうなんかイケメン、表紙イケメンなんです。なるほど、なるほど。まあ、ある意味あるですね。ギャップって言ったら変だけど。そうですね。うん、そう、こうやって今喋ってる感じとまた全然違う感じなので、いろんな日を楽しめるんじゃないかなって思います。初代理がお誕生日です。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。27歳になりました。ありがとうございます。大人です。もう本当に、でも自分が想像してた27歳とは全然違うなっていうところがあって、今年というか27歳になった今は、ちょっともう少し大人の落ち着き、色気をもう少し欲しいなって思います。写真だとね、出せるんですけど。確かにね。ああ、でも、あの、体つきはですね、年々すごい綺麗になっていくなっていうところがあって、そこは結構自分の好きなところでもありますね。あと、なんだろうな、ダメなところ、ひな、ないんだよね。そう、ひな、ないです。もう常にアップデートし続けます。あ、ありがとうございます。今日の衣装のポイントは、まあ、ひなちゃんらしくピンク色、けど、ちょっと27歳にもなったということで、ちょっと大人っぽく、こう、マーメイドラインという、今流行りのラインなので、大人っぽく仕上げてきました。足元も靴の方も。あ、そうなんです。嬉しい。お靴も、かわいいお靴で。はい